虹だな。しっけっちゃ。はい、お願いします。あ、ここは赤坊さん。赤坊さん、あ、ちり紙もらおうかな、俺。ちり紙、ちり紙もらっていいですか。ああ、ちり紙。はい、ありがとうございます。紙もらっちゃって、ありがとう。ちり紙をもらいました。赤坊さん、赤坊さんの、組合ちり紙、あ、もらいました。ドライブレコーダーの映像が送られています。ベストワン、ベストワン。保険屋さん、ここで相手が侵入して侵入していますね。ここでなんか使うのかな、なんか食べ物売ってる、焼き鳥みたいな。なんかここは食べるとこかな。ゴミ、ゴミ。ここはおかず、おかずラインですね。おかずライン100円。わたあめ、わたあめの列、すぐできますよ。わたあめ100円です。いや、何を作ってんのかな。ここはおかずセンターですね。おかずセンター、おかずセンターですよ。暑い、暑いな、暑い。串に刺さってるのはなんかこんにゃくみたいなのあるやつ、ね、こんにゃく、こんにゃくの串刺し。野菜売ってる、道の駅湘南。カブ120円。いやいや、ないじゃなくて、カブ、カブ、袋ね。道の駅湘南、暑い。包丁、包丁、いらっしゃいませ。おかず、おかず屋さんだな。こっちはおかず屋さんコーナーだね。なんかこんにゃくみたいなのあるし、いや、ポテトチップスの串刺しみたいな、なんかまた不思議なあれですね。味噌焼き、お父さんの味噌焼き、もつ煮うまそうだな、あれ。もつ煮うまそうだな、もつ煮うまそうだ。
ちはおかずですね。おかずのコーナーです。もつ煮うまそうだったな。おかずコーナーですね。ポテトルネードと、ポテトチップスを口に刺したような感じの、おかず屋さんですね。次、暑いな。こっちで1100円で買ってあれなんですね。焼き鳥ジャンプフード黒猫ヤマトの宅急便。でもお母さんそれを先に言ったじゃん。ありがとうございます。こっち。これね。輪投げ。輪投げ。保険屋さん。ルール。4つの質問に答える。3つのルールじゃないんですね。おかずセンターですね、こっちは。お、びっくりした。